ババ校長から1940年6月22日は、英文学者、評論家、翻訳家、詩人、慶応義塾大学教授。校長は、土佐藩士ババライ8-4、男として、土佐国土佐軍に生まれた。本名は、勝也といい、19歳上の時系に自由、民権運動家のババタツイがいる。病弱で修学せずに、1878年両親と、 上京し、下谷茅町の忍が丘小学校から三菱商業学校に進んで中退し、1884年から協立学校で英語を学んだ。少年期から寄せに入り浸った。浄瑠璃を語った。休日、盆栽、将棋、パイプ、肺が、骨書などり、旅行と趣味が広かった。明治学院24年度卒業写真。 中央列右から3番目が、古町、最高列左から2番目が、島崎東村、4番目が、戸川顕骨1889年、明治学院2年に入学し、島崎東村、戸川顕骨と同級になった。1891年卒業後、各地で中学の英語教師を務め、その間の1893年1月創刊の文学会に、 秋から加わり、詩、小説、随筆を載せた。1894年3月、樋口一応宅を初めて訪れ、また、斎藤緑秋骨、平田徳牧、上田聡氏と交わった。皆、文学界の同人だった。1899年、銀薄をめとり、後、照子、春子、幸太郎を得た。1897年、 日本銀行の文書会員となり、傍ら文学会へ、それの廃刊後は明星へ、投稿を続けた。1906年1月、第2次、芸園の発行名義人となり、17冊を出した。生田長公が同人として掲示した。1906年、慶応義塾大学文学部教授となって、欧州大陸文学を講じた。古長は、 長井花風教授の専任にあたる。教授になった頃から、詩、小説からは遠ざかり、翻訳、随筆をもっぱらにした。1907年、生田長考の慶州文学会の講師を引き受けた。1908年、樋口一葉の日記を構成した。1912年、3回目の樋口一葉全集を編集した。1913年、 政党者の講演会で、夫人のために、お講演し、また、大杉久氏荒畑寛村らの、近代思想者の集会に顔を出した。1915年の、第12回衆議院議員総選挙に、夏目漱石生田長公、森田総平、平塚来長、坂井敏彦らの応援を得て、立候補し、落選した。古は事件後、彼の論評において、 言論、思想の規制や司法、警察の体制に抵抗を続け、この選挙への立候補は、大逆事件への抵抗であり、応援者たちの行動も、またこれへの抵抗であった。胡庁の応援にあたり81名の作家たちが、胡バ馬場克也氏立候補公演現代文集に、文章を寄稿した。この81名は、当時の分断の主だった顔ぶれであり、 宗席を筆頭に、北原白州、正宗白町、与謝野博士、与謝野明子、野上あよい子、佐藤春夫、長谷川天慶、内田路安、長内薫、長谷川しぐれ、吉井勇、坂井敏彦、平塚来町、田山片井、伊藤野枝、徳田修生、生田長子らが参加した。1916年の山川一志、青山菊江の結婚の売借を務めた。 面倒見が良かった。1917年、坂井俊彦が第13回衆議院議員総選挙に立候補し、個長は彼の応援演説をした。1923年、関東大震災の際の流言による、朝鮮人虐殺事件の起こる最中に、朝鮮人を擁護する発言をしたことで人々に、包囲され、ついには警察に検測された。 1930年、慶應義塾大学を退職した。古長の教え子に、水木京太、佐藤春夫、西脇淳三郎などがいた。時前馬郎や安成貞夫など、古長を慕って学外から来る者も,も多かった。1940年、肝臓癌に、腹膜炎を併発し、渋谷区小島の自宅で没した。墓は、谷中霊園にある。古長の医師により、 随筆集、明治の東京と明治分断の人々が1942年に出版された。隠れ角のの後ろは2010年に最も近いと思われる開版。ありがとうございます。